あれなんですよ。そう、黒く見えるけど、ほら近づくとね、そうです。あ、チョコありがとうでしょ。そう、こうやってこんな近づくことでこんなに変わるんだ。そうね、そうなんです。明日からもう怒涛の公演ラッシュが始まりますね。今回の色はまあ私的にはまあまあいいかな。うん、そうそう、もっと遠くに行くとこういう風に壁にぶつかります。明日公演行くので公演で違い分かる。ああ、きっとそうだ、なんか公演のあのステージの照明に当たるともうちょっと明るく見えるかもしれない。だからちょうどいいかも。うん、まあ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 いいですね今回の髪色は。これからどんどんシャンプーすることによって明るくなると思うから、そう、うん、あ、明日行く、あ、嬉しい。今から新潟向かい、みんな来てくださるんですね、楽しみ。いや、ぜひ公園にお越しくださった際は私の推し祭の水色と紫をぜひ振ってください。もう2本持ちでもう頑張れます私明日。ね、しかもね、明日ほんと祝日で初めての山ここ2公演なので、そうなの。いやー、ちょ、大丈夫かな大丈夫かなって感じですけど、うん、でもすごく楽しみなのでね、頑張ります。明日は後半かな、山ここは。最近前半が多かったんですけど、明日は後半なので、はい、頑張ります。いやー、ちょっと2公演本当に心配ですね。まあ大丈夫だとは思います、でも、うん。あ、でも皆さん心配しないでください。昼も夜も本当に全力で私はやるので、夜手抜くとか、昼手抜くとかは絶対しないので、はい。安心して、もう、ね、昼来てくださる方も夜来てくださる方も、はい、どっちも来てくださる方も、もう皆さんに楽しんでいただけるように私はもう全力で一日やるのでご安心を、うんうん、だからそんなね、公園で手の抜き方もわからんし、私はそうそう、なんかね、ステージ出ていつもこう見てくださるファンの方とか斜め押しの方の顔を見るとすごい嬉しくなっちゃうので、めっちゃアドレナリン出るんですよ、うん、そう、だからたくさん見てください、私のことすごい重い女みたいなこと言っちゃったでも本当にたくさん見てください、私のこと、うん、そう、だから今日はね早めに配信してます。あ、そうなの、ね、皆さんに今日お願いがあるんですよ。そう、お願い、あー、何プレゼント、ありがとう、ハート、はい、スクショ、あ、落ちちゃった、うん、皆さんにあ、ハートありがとう、お願いがあって、今日の8時にサメカツナのみんなで一斉に投稿するんですけど、ですね、あさってサメカツナ公演があるんですよ。で、夜公演で初めてサメカツナの公演の MC で質問コーナーをやろうと思っているんですよ。はい、で、その質問を事前にファンの方に募集したいなって思いまして、今日のね、8時かな、今日の8時目安でサメカツナメンバーがインスタのストーリーとか、まあ、ツイッターなどで質問募集するので、サメカツナのみんなに聞きたいこととか何でもいいので、はい、質問募集しますはい、うん、ぜひ、もしかしたらちょっとそこまで話し合ってないからわかんないんですけど、もしかしたらお名前をお呼びするかもしれないので、もしかしたらちょっとそこはどうしようかな、まだわかんないんですけど、なのでよかったらニックネームとかもねつけておいてくださると嬉しいかもしれない、うん、です。はい、
何でもいいです、何個でもいいですし、何でもいいので、そう、夜公演ですね。うん、そうそう、もしかしたらあのお名前呼ぶのはないかもしれないし、ありになるかもしれない、まだどっちかわからないんですけど一応あのお名前をもしかしたらお呼びするかもしれないっていうのをだけお伝えします。そうです、ね、まだわかんない、みんなでね、そこはサメカツラのみんなと、あとスタッフさんと話し合って MC の内容を決めていくので、はい、よろしくお願いします。ぜひ、あの、そう、私ね、そう、なんか名前呼べたらあの楽しいかなと思うので、うん、昼公演はですね、またあの昼公演で楽しい MC するので、はい、もうね、どっちもね、あの楽しいと思います、てか楽しいです、絶対昼も夜も、明後日のサメカツラの MC はね、どっちも自信ありなので、はい、ぜひ見てくださると嬉しいです。そう、なんかね、初めてこうやってファンの方もこう一緒に巻き込んでやる MC、 そうなので、質問コーナーは夜です。で、昼公演はね、また別のMC やるので、ちょっとお楽しみに、うん、って感じですね。そう、今日さ、美容院行ってきたのね。で、帰り、なんか美容院行く前は雨降ってなかったんだけど、そう、美容院出たらめっちゃ雨降ってて、もう雨当たっちゃったそう、だからなんか若干こうブローしてセットしていただいたんだけど、そう、なんかうねったうん、明日昼と夜どっちがおすすめ、どっちもおすすめどっちもおすすめです、もちろんそれは、うん、質問は個人でもいいの、全員に対しての質問、ああどっちの、何でもいいですよ、本当に何でもいい何でもいい、うん、まあ全員だと、全員に対する質問だとみんな答えやすいかなって感じですね、うん、個人でもいいけど全然、うん、全員の質問だとみんながこう、みんなで楽しく答えやすいかなとは思います、はい、うん、締め切り、ストーリーのね、有効期限があって、ストーリーって1日経ったら消えるので、締め切りをそうすると1日になるのかな、必然的に、うん、でもメールの返信とかでも全然送っていただいていいので、どこでも大丈夫です、はい、だから締め切りはまあさすがに公演ギリギリはあれですけど、うん、もう明日中とか、まあ当日の朝とかまでもいけるのかな、多分、うん、基本的にゆるゆるです、締め切りとか絶対読まれる、田辺先生送ってくださいね絶対読まれるぞ、だってなんて名前呼ぼうかな、田辺先生のことうん、そう、ストーリーは1日なので、でもストーリー消えちゃったよって方でもメールの返信とかで送ってくだされば全然大丈夫です、はい、なんならツイッターとかでもいいですし、はい、よろしくお願いします。クッキーありがとう、クッキー食べたい、クッキー大好き、なんかクッキーって自分で作るクッキーって本当に格別に美味しくないですか、そう、なんか自分で作ったプラス出来たてっていうのがもう最高のあれですよね。そうだ、クッキーは
たまに作るんですけど、無性に食べたくなって、そうクッキー作って食べる時あるんですけど、自分で作るクッキーめちゃくちゃ美味しい説。そう、お菓子、あとね、あれ簡単にできるからよく作る、バナナパウンドケーキみたいな、そう本当に簡単にできちゃうからたまに作る、クッキー食べたい？本命のクッキーくださいって。まず焼いてる時の香りが、そうなの、あのさ、わかる、クッキーってさ、もう焼いてる時の匂いがやばいよね、めちゃくちゃいい匂いする、オレオチーズケーキ、あーわかる、作ったことある、簡単だった、でも結構ね、オレオチーズケーキ美味しいんだけどさ、すごい、いやあれワンホールは食べれないなって感じする、そうワンホール作ったことあるんだけど、結構ねずっしりなんだよオレオチーズケーキ、美味しいんだけど、そうそう、でもね美味しい、とっても、そう、いやね、今年さバレンタイン、もう私体力の限界で多分もう何にもできないんだろうな、そうバレンタイン14日じゃないですか、でまあ11からもう11、12が公演で、13がイベントで、もう14なんてバタン級なんだろうな私はそう本当にバタン級です多分、そうなの、嬉しいけどね、3連休たくさんお仕事できて、でもさバレンタインはさ配信したいよね、もうそりゃそりゃしたいよね、したいに決まってますよね、バレンタインだもん、休んでる暇ないですよ、でもまたそうバレンタイン終わっても15、16また公演なんですよ、もう最高、本当に公演いっぱい、もうね全部やりますからね、山ここサメカツナ春香村そうバレンタインの次の日に ある夜公演でチョコ投げようだって斬新チョコ投げたらね嬉しいよね、本当に、でもチョコね投げたい気持ちはもう山々です15って何公演だっけ私あれか、15があれか、サメカツナと山ここか、ヤバババばだヤババの日だね、そっかそっか、15でしたね、で16が春香村か、いやもうじゃあ16まで頑張るしかないわ、もう私はでも本当に楽しみ、 The Big Smile Party が本当に楽しみ、もうねめっちゃ楽しみ、あもうそれしか言えない、だって見ましたツイッター、マジックショーに参加するとかしないとかみたいな、あれはもうあの文章はねするんですよ、もういや参加させていただくってことですよね、でもどんなことするんだろう、マジックショー、何もうやばい、私切断されちゃうのかな、やってみたい、やりたい、超楽しみ、なんか私首のここすごい、そうバラバラになるのかな、真っ二つになるのかな、剣で刺されるのかないややってみたいんですよね、そういうの、耳がでっかくなっちゃったとか、そう楽しみ。
ハトとか、いやハトさ、いや私、まあ、鳥はちょっと苦手なんですけど、まあでもカラス以外ならまあまあまあ許容範囲ですね。うん、そうなんですよ、ちょっと、うん、ね、いやでもすごいわ、うん、カラスはもう本当に私はカラスだけはもう受け付けないの、はい、じゃあトラ出そう死ぬ死ぬ死ぬ、うん、でも楽しみ本当にね、ぜひ皆さんチケットよろしくお願いしますチケットよろしくお願いしますなんだ、うん、ぜひ、いやもうカラスだけは本当にダメなんですよ私。そうなの、チケット購入するとなんとお酒もついてきますので、すごいお得ですよねぜひぜひね、そう、しかも今回メンバーが4人で、そうなんですよ、4人なので、4人でこうトークとパフォーマンスをさせていただくみたいなので、はい、あの4人のパフォーマンスあんまりないですからね。そう、4人だとあれかな、私は村上の、あのいいねっか村上以来なのかな、4人でこうイベントで、うん、そうそう、ね、少人数でこうパフォーマンスあのするのは本当あんまりない、めったにないので、ちょっとぜひ見ていただきたいですね、うん、どんな曲をやるのかとか、私もとっても楽しみなの、はい、そうなの、組み合わせもめっちゃレアなの、そうなの、そうなの、珍しいの、そうなんだよ、だるまありがとう、ね、初めてあの一緒にこう初めて一緒にお仕事をするメンバーなので、しかも同い年でね本当に楽しみ、うん、そうなんですよ、うん、チョコレートありがとう、ハートもありがとう、チョコ食べたい、うん、マナと一緒の、そうだね、一緒に公演出てないから今、そうだからマナと一緒にお仕事できるのめっちゃ嬉しい、うん、ハートありがとう、そうなのですよ、私はね8時になったらね SNS を投稿しに行くので、まだだよね、あ、まだまだでしたね、うん、まだだまだだ、ブンブン、まだだまだだ、うん、そう、まだめっちゃ面白い、本当に最高、あ、お猿さんありがとう、かわいい、うん、大人の瀬戸りかな、いやーどうだろう、大人の瀬戸りだったらちょっと珍しくていいね、大人の瀬戸りって何どんなことやんの、な、何、佐渡とかうん、サメカツラでさ佐渡え渡りやってたんですよ、懐かしい、うん、嫌いなのかもしれない、もう嫌いなのかもしれない、私バッチリ踊れるからさ、誘惑のが誘惑のガーター、見せるチャンスもなく、いや
いつかね、誘惑のガーターとかできる人になりたい、うん、セクシーな曲とか、ね、そうなんです。あのビッグスマイルパーティーは無観客のイベントなんですよ。有観客だったらね、よかったけど、あれだよね、今の状況でをこう見て無観客で今回はね、はい、ごめんな、なんか声ちっちゃくなっちゃったね。あのそうだよね、いつだったかさ、マリナさんとミナミさんが誘惑のガーターやってたよね。ダダ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 ダカカカ、いいよね、わかる。抱きしめられたらみたい。ああやりたいわ、やってみたい。うん、クッキーありがとう。ドゥ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 。私ももう今年で22歳ですから、もう22歳か、ちょっと信じられないんですけど、ちょっとそろそろ大人っぽい曲もやらせていただけますかね、スタッフさん、うん、まあでも今ね、あの私、いや大人っぽい曲って言ったらなんだろう、あ、口移しとかか、口移しのチョコレートとかやらせていただいてますね、うん。すべての路線で魅力を発揮する、それがどの曲もできるさ。まあそう、なんか私あれやりたい、キャンディーやりたいんですよ。もうああいうあの曲だったり大好きなんですよね、うん、キャンディーひとつほらって可愛くない、うん、超可愛い。ジッパーみたいな、ジッパー私にできますかワルキー、いやーちょっと私にできるか、可愛いすぎるなうん、ナナキーなの、ワルミンじゃなくてどっちなんだ、うん、ブリブリの曲、うわ私ブリブリ、うわとか言っちゃった。ブリブリの曲本当にやんないですよね私。そうなんですよ、ブリブリの曲はやらないんです私本当に夜風のし、あ、夜風の仕業ね、歌いたい。泣きたくなるほどあなたに会いたい。オオカミとプライド、タタタランタランタイ、僕らの土地音楽ってもう歌えるのか、カラオケまだじゃないかな、まだっぽくない、多分まだだと思う。調べてみるけど、うん、まだだね。歌いたいけどね早く、うん、ポンコツもまだないよね。そうなんだよね、どんくらいで歌えるの、ポンコツあるの、嘘、え、なくない、嘘でしょ、待って待って、え、ちょっと待って、あれ、あ、治った、ごめんなさい、間違えて消しちゃった、
ポンコツだったわ。でも今日はちょっとすいません今日はちょっとごめんなさい、ちょっと歌わないかも、うん、いや今間違えて消しちゃった、うん、ちょっと明日から私たくさん歌うのでごめんなさい、今日はカラオケ配信できないですすいません、うん、ちょっと日を改めて歌わせていただきます。トチョンガはねまだないんだ、うん、うん、そうもう極力喉をねいたわってます、うん、ねトチョンガね歌いたいね、わかる。そう私そう体力も心配だし喉も心配なんだよね、大丈夫かなって、うん、結構山ココとサメカツナは歌うんですよ、ほんとたくさん、うん、そうそうそう、だからその喉をねしっかりあれ飲みます、蜂蜜みたいな蜂蜜飲むといいらしい、お湯に溶かして、花粉症もわかる、さすがに薬飲むね、うん、夜更かしなしだよね、本当にそうちゃんと寝る、うん、そう劇場にあるんですよ蜂蜜、そういつでも溶かせるようにスタッフさんがね前に買ってきてくださって、いい蜂蜜があるのそう高級な蜂蜜が、そうすごいよね、嬉しい、もうちょっとかな、あもうそろそろじゃあ今日配信終わろうかな、うん、なんか本格的な蜂蜜だからなんか普通の蜂蜜とねなんかね味が違うんだよね、すごい蜂蜜って感じうん、なんかお湯に蜂蜜溶かして飲んでるかな、うん、喉がもう限界な時は、うん、あとはそう龍角散も家にあるしもう持ってくし、あともう全部もう明日と明後日は超喉をいたわる、うん、そうもうなんか蜂から直接取ったんじゃない、蜂からもう直接輸入みたいな味がする、わかんない蜂の味がする、蜂食べたことないからわかんないけど、うん、そう龍角散はあるお家にたくさんそうもうできることほんと全部もう喉温めるしみたいな、うん、蜂の味そう全然伝わんないんだけどなんか本格的なの、うん、そうそう蜂って感じ蜂美味しい、食べたことあるの蜂ねえ、私蜂本当に嫌いなのごめん、もう蜂っていう言葉も本当は喋りたくないくらい蜂嫌いなの、私のこと刺してきたから、うん、蜂の子あーうんね聞くよね、あーもうやだ考えるだけで鳥肌立つ、以前公園入るとき龍角散ダイレクト持って、もうダイレクトにねやっぱ水なしでね、うん、ハチトラウマ、いやもう本当にハチに刺されたことがもうトラウマすぎて、もうハチにもうね私もう拒否反応本当に、そう刺されたことあるの、しかももうその刺され方が異常で、もう服の中入ってきたの、ここにシュポッてポッバカッと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 ってなった、そうもう二度と刺されたくない、わ怖い怖い怖い、うん、もう変態バチがって思った、
つの話、小学生の頃かな、確か。きつ、いやきつすぎた、もうね、もうね、あの体8箇所くらい刺されたかな、私その時、もう前から後ろまで刺されましたはい、許さん、そう本当に許せない去年唇刺されて、待って、唇刺されたら痛そうだね、ご飯とか食べれなそう、刺そう、きついね。そう、でもなんかその私を刺した蜂は毒を持ってなかったのかな、確か、だからそう、大丈夫、すぐお医者さん行った。そう、もう怖すぎて、もうって泣きながらお医者さん行って、でも大丈夫だった、いや痛かったのよ本当に、そう、足長鉢かな、だから大丈夫だった、みんな気をつけて、もう私は蜂とカラスが大っ嫌いなの、もうやだ、そう、はい、じゃあということで、そろそろもう8時になって告知タイムが来るので、この辺で終わりたいと思います。今日もありがとうございました。私の髪の毛お披露目できてよかったです。こんな感じになりました。ということで、明日から、4公演頑張ります。応援よろしくお願いいたします。皆さん見守っててください。じゃあまた明日頑張ります。